音声聞こえますか？もし聞こえていたらコメントください。お願いします。あれ、はい、聞こえてるかな？音声聞こえますか？はい。聞こえますか？はい。聞こえますということで。はい、それでは、始めたいと思います。エヴァークラブのライブ配信第4回目になります。今回の生放送もですね、前回と同様、前回の新聞記事、子ども向けのニュース記事を、読みまして、読み上げまして、それをこう英文解釈していくと、いうことをですね、まあ今日もやっていこうかなというふうに思っております。はい、それでは始めましょう。 Today it's May 20th、it's Wednesday. The time is 10:30 and the weather is not good at all. It's very bad and cold, especiallyCold. はい、ということでですね、じゃあ、早速ですが、まあ、本日の予定ということで、前回の放送のまとめをさせていただきますと、前回までどういう記事を読んでいて、どういう内容だったかっていうところを少し、前回同様、紹介をさせていただきまして、でそこからですね、前回の記事の続きの記事読み上げ、および英文解釈をやっていくということになります。質問等などありましたらですね、コメントもしくは公式 LINE アカウント、こちらの ID、で検索していただいたらね、出てきますので、こちらのエヴァークラブの公式 LINE アカウント宛てに、送っていただければと思います。はい、よろしいですかね。はい、それではですね、前回は前回の記事読みたいと思いますね。じゃあ小さくなります。あ、間違えた。はい、小さくなりました。はい、今日もですね、読み上げる記事はこちらのサイトから、News for Kids というふうに書いてあります。もし今同時にね見られる方いらっしゃいましたら、 News for Kids で検索してみてください。で、そのニュースサイト、まあ、子ども向けのニュースサイトからですね、記事をピックアップして、読んでるわけですが、一記事一記事ですね、ちゃんと英文、どういう、英文解釈を割と丁寧に説明していて、しているので、まあ、一記事に読む時間というのはですね、まあまあ時間かかってます。まあ誰かのどなたかのね英語の勉強の助けになればなというふうに思っていますので、まあまあまあ、役立てていただければなと思います。で、記事はというとですね、こちらの May 5th、5月の5日、5月の5日に、アップロードされた記事、ね、タイトルが、With Humans on Lockdown, Animals Enjoy Life というタイトルのものですと。で、このタイトルはというと、
人間のロックダウン、都市封鎖によって動物たちは、生活を楽しんでいるよというタイトルでした。まあ、そういったタイトルが目についてですね、まず目について、あ、じゃあこの記事ちょっと取り上げてみようということで、この記事を取り上げてみました。で、どんなことが書いてあったのか、ちょっと簡単に、見ていきたいと思います。読みます。 With billions of people on lockdown worldwide because of the coronavirus pandemic, the natural world has been giving a taste of life with fewer people around. Many animals seem to be making the most of this human free time. はい、ここの段落はですね、どんなことが書いてあったかというと、コロナウイルスのパンデミック、世界流行ですねにより、世界中で、何十億人もの人々が封鎖されて、ナチュラルワールド、自然界はより少ない人々の生活に一味与えられている、いや自然界はより少ない人々の生活の味を与えられているというようなイメージですね。そして多くの動物がこの人間のいない、時間というのを最大限に活用しているようだというところがこの第一段落、そして第二段落ですね。 In the town of Llandudno in Wales, Kashmiri goats normally roam the nearby hills, but as the town quieted down because of the lockdown, the goats became more brave and curiousThey began wandering through the town, exploring the strangely empty streets and eating bushes and flowers. はい、こちらの段落ですね。まあ、下にも写真があるようにですね、ウェールズ、という国のランディドゥノーという町では、カシミールのヤギ、が、通常近くの丘を歩き回りますと。そして、しかし封鎖のため、街が静かになったので、ヤギたちはより、勇敢、大胆で、より、好奇心が強くなったということですね。はい、そして彼らは街をさまよい歩いて奇妙に、奇妙に空いた、要は妙に、人がいなくなった道を探索して草や花、草花を食べ始めたというところが、こちらの、段落でしたね。続いてです。前回やったのがこちらの段落、この2つ、もうその下も行ったのか、はい、ここですね、はい、But it's、じゃあ読みます。It's not just there in Nara, Japan. Shika deer have been roaming through the street and the subway stations. In April, a kangaroo hopped through the streets of Adelaide, Australia. ということですね。はい。It's not just there というのはそこというだけではない。まあそこに何かが起こっているというわけ だけではないと。日本の奈良では日本鹿が通りや地下鉄の駅を歩き回っています。4月にはカンガルーは、オーストラリアのアデレードの町を飛び跳ね回った。こんな感じですかね。はい、続いてこちらの段落読んでいきます。In Israel, wild boars and jackals have been seen in the streets. Excuse meme. Coyotes have been spotted in U.S. cities like San Francisco and Chicago. In Santiago, Chile, cougars have come in from the neighboring jungle. One cougar got trapped in an apartment building. ということで、イスラエルではイノシシやジャッカルが、街で見られた。コヨーテはサンフランシスコやシカゴなどのアメリカの都市で発見されている、チリのサンティアゴでは、近隣のジャングルからクーガーがやってきた、一匹のクーガーが、アパートの建物にこの got trapped、 これで、まあ、閉じ込められたというようなイメージでした。はい、続いてこちらも先週やったやつですね。
But it's not just animals visiting cities. Many animals are doing better in their own homes now that humans are no longer bothering them. はい、この bother という言葉、先週やりました、重要ですよ。悩ますとか迷惑をかけるという意味ですね。都市を訪れ、動物が都市を訪れているということだけではないと。まあ、その要するに人間のロックダウンが与えている影響がということですね。多くの動物が、より生活が良くなっている、これですね。より元気になっているとか、do well、 well が、比較級に変化して better になっていると、いうことで、人間が、no longer、 もはや、彼らを悩ませない今、彼ら自身のお家で、いい生活が送れているよ、多くの動物たちがいい生活を送れているよ、元気にしているよっていうのがこの内容でした。そしてこちら。Leatherback turtles are the world's largest sea turtles. They are also threatened and in danger of dying out in some places. But in Florida, this year, scientists have found an increase in turtles' nests.Around 75 nests have been found, much more than last year. はい、ここですね。Leatherback turtles っていうのは、turtle っていうのは、この写真のですね、亀なんですが、川、背中が川、製品の川みたいね、な、ように見えることから、おそらくレーダーバックタローっていう名前がついてるんだと思いますが、前回画像検索をしてみてね、大きい、ここでは世界で一番大きいカメだという、ウミガメだというふうに言っていたので、画像検索をしてみたらやたら、でかすぎたということで、あ、ハロー、ハイ、イロピー、ハロー、アーノルドさん、 Thank you、いつものメモ欄、あ、いつものメモ欄出てない？ん？メモ欄出てるかな？小さくなって見えました。あ、すいません。小さくする前は見えてなかったのかな？失礼しました。はい。I'm late. It's okay. Don't worry. はい。ということで、Thank you for the comments. 失礼しました。Leatherback turtles は、世界最大のウミガメですと。また、脅威にさらされていて、これ、threatened ですね。脅威にさらされていて、場所によっては絶滅の危機に瀕していると。しかし、今年のフロリダでは、科学者たちは、亀の巣の増加、increase ですね。増加を発見した。で、その75個も、の、巣を見つけた。これで、これがどれぐらい多いのかっていうのを説明したのがこちら。ということで、去年よりもはるかに多い75個の巣を見つけた。ということですね。ここまでが、一応前回、まで、説明した記事の内容でした。残りはですね、もう少し、これぐらい。あるんですけれども、まあ、今日か次回、の放送で、全てのこの記事の全ての文章を読めるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日は、ここからスタートになります。よろしいですかね。はい、何か質問等あればコメントを一応、目を通しておりますので、言っていただけたらなと思います。反応は遅れるかもしれませんが、すみません。はい、では、こちらのですね、あ、すみません、ちょっとお待ちくださいね。はい、ではこちら、ですね、の記事読んでいこうと思います。まずは段落こちら。はい、Scientists can't say for sure how much of the increase is due to lockdownsBut it is known that tourist activity on beaches destroys many nests. ということで。はい、ここはそんなに難しくなさそうですが、まずは scientist、科学者たち、can't say、これは言うことができない。そして、for sure、ここが重要ですね、ここ。for sure。
sure っていうのは気を確かに持った状態という意味なので for sure で確かである、うん、つまり、絶対であるとか確かであるという意味ですね。つまり確かであるとは言えないということですね。じゃあ何が確かであるかっていうのが言えない。 How much これはどれぐらい多いかですね。何が多いかっていうとこの the increase、まあ、これは前回やった increase は名詞として使う場合、増えた分増加という意味になりますので、much of the increase で、how much of the increase でどれぐらいの増加が多かったのか、確かなことは言えない。でこれです。ここ、絶対に覚えておいてください。due to なんたら。due to なんたらっていうのは、原因を指すことがあります。例えば、言い換えるならば、because of とかと言い換えることができますね。because of lockdowns で、ロックダウンのおかげでとか、ロックダウンのせいで、どちらも原因を指すんですが、due to も同じ使い方をされます。due to なんたらで、何々が原因でとか、何々のせいでという意味になります。ですので、なんたらなんたらなんたらっていうふうに言っちゃって、due to なんたらっていうふうに言うと、because of と同じように原因を、指し示すことができます。つまり、この増加が、ロックダウン、封鎖によって、の増加かどうか確かなことは言えない。カンマで、but it is known。それは知られている。これはね、この it は、仮の主語でございます。it is known って先に言っちゃって、この it を説明しているのが that 以下でございます。だから日本語訳をするときには、that 以下から、訳していくと分かりやすいと思います。しかし、tourist activity、これがですね、tourist は旅行者。それからアクティビティは活動なので旅行者の活動観光客の動きですね。 on beaches これが、砂浜ビーチの上で、つまりビーチでの観光客の活動動きは、many nest たくさんの巣を destroy これは、壊す破壊する、という動詞です。ブレイクよりもこうちょっと大げさなイメージ、壊す、ただ壊すだけじゃなくてこう破壊するっていうイメージ、ですね。はい、というわけで、tourist activity が、many nest を destroy することは知られている。これ、it is known ってなんでこれ be 動詞と受動態かっていうと、それは知られているっていうことなんで、この that 以下は、一般的に知られ、そういうふうに知られているよということなんで、その、巣の増加がロックダウンによるものかは、確かなことは言えないけれども、砂浜での旅行者たちの活動がたくさんの、巣を壊しているということは知られている。まあこれは皆さん知っていますよねっていうことですよね。当たり前ですよねっていうことです。はい、よろしいですかね。続いてじゃあこちらの文章読んでいこうかなと思います。Thailand also saw an increase in its leatherback turtle nest. With the country on lockdown and without tourists, scientists found 11 turtle nests this year, the most they have found in 20 years. ということで、はい、Thailand、これは、国ですね。タイの国は Thailand と読みます。これ TH なんですけれども、あの TH のね、っていう音ではないです。つの後にハっていう音が入っていて、Thailand っていう感じですね。じゃあ、まずこの文ですね。Thailand also saw an increase in its leatherback turtle's nest. タイの国、でも、
Little Black Turtle の Nest。 あ、ちなみに僕あの調べたんだけど、 Little Black Turtle っていうのは日本語で言うとおさがめというらしいです。おさがめ、おさってあの長いのおさなのかな、わかんないけど、まあ世界最大ということなので、なんかおさっていう言葉がもしかしたら使われてるのかもしれないですね。おさがめというらしいです。おさがめ、タイでもオウソもまたですよね。おさがめの巣の増加、この it は、それのという意味です。 it is じゃないですよ、それのという、それの増加を見た、これは見たということなんで、見つけた、発見した、まあ簡単に言うと、タイでもオサガメの巣の増加が見られたということですね。はい。そしてこちら。 With the country on lockdown and without tourists、これで With っていうのは、まあ、原因を指すというような話をしたんですけど、何々によってとか何々で、これが何々があることで、With っていうのは必ず何々と何かがあったらそれにこうくっついてるようなイメージなんで、 Country on lockdown という事象にくっついてくる、これがまあ原因という形になってますよね。ですからロックダウン、国のロックダウンと一緒に、国のロックダウンによってっていう感じですね。そしてその逆で Without tourist、 こっちは With の逆の前置詞 Without が使われてます。この Without っていうのはこれがあってこれがないという状態、さっきの with はこういう状態だったんですけど、これがないという状態、つまり tourist がいない状態を指します。ということなんで、国が封鎖されてされることで、観光客がいない状態で、でカンマまでですよね、ここまでいない、国が封鎖されて、観光客がいないという状態で、サイエンティスト、科学者たち、研究者たちは、found 11 nest、11個の巣を見つけた this year、 今年、まあ今年っていうことなんで、今年に入ってからまだ、半年も経ってない状態ってことですよね。で、サイエンティスト、研究者たちは、11の巣を見つけた。で、その11、これ前回と同じでハイフンがついていて、その11の数というのが、どれほどのものなのかっていうのを説明する、うるさいな、説明する、言葉であるということなんで、The most、 これは一番多い、最上級ですね。Many とか Much の最上級です。それで、they have found、 これはあの現在完了で、見つけた、そして、in 20 years、 これは20年以内にということなんで、彼らが20年間発見したものの中で、一番多いっていうことですね。つまりまだ半年しか経っていないのに、この20年間で一番多く見つけたと、それがまあタイで起こっていること、いうことらしいですね。ということで、まあこの文章は、そういうことでしたね。うん、いいかな、大丈夫ですね。はい、じゃあ次に行きます。こちらの文章いきます。 Thailand's lockdown has also been good for dugongs. Dugongs are threatened sea animals similar to manatees. With waters now quieter, workers at one of Thailand's national parks have been filming and reporting on large groups of dugongs relaxing in the water. ということで、はい、こちらですね。Thailand's lockdown が主語なので、タイの都市封鎖ですね。タイの都市封鎖は has been good。これで、
has と being good で、現在完了ですね。is good が現在完了の形になると has been good になります。have プラス過去分詞、中学生の方。ね、大事ですからね、現在完了。しっかり覚えておいてください。has been good for Dugans。タイの都市封鎖は、この also は もうまたという意味なので、ジュゴン、これデュゴンって英語で書いてある、デュって書いてありますけど、まあ、カタカナで言うとジュゴンになるみたいですね。ジュゴンにとっても、タイの、要するにロックダウン、封鎖は、よく働いていると。いいんだよ。これはまあ、現在完了で継続形でいいじゃない、いいんじゃないでしょうかね。ある過去の一点から現在に至るまでその状態が続いているということですね。そして、ちょっと待ってくださいね。見てますということで、ありがとうございます。Thank you。はい、こちらですね。Dugongs are threatened sea animals, similar to manatees ということで、Dugong は threatened、 この threatened っていう言葉は、このここの Leatherback Turtles のところで出てきましたね。これ They're threatened、 まあこの threat っていう言葉自体がまあ脅威とか、脅迫とか脅すとかいう意味になりますけれども、そういう脅威にさらされている状態を be 動詞プラス threatened で脅威にさらされているという意味です。まあ主にこの脅威っていうのはおそらくですが絶滅、とかそういう絶滅危惧ということを言いたいんだと思います。脅威にされている、海の動物だと。similar to なんたら、これも覚えておいてください。これ結構大事な表現で、まあカンマ打って similar to なんたらだと何々に似てっていうことで、後からこう意味合いを付け足すことができるので、similar to なんたらを覚えておくといいと思います。similar 似ているということです。で、マナティーズ、これはマナティーも動物ですよね。このジュゴンとマナティーってちょっとし写真見てみましょうね。せっかくなのでね、僕もそのマナティ、動物がどういうものなのかっていうのをちょっと見てみ、はい、こちらがマナティです。はい、なるほど。うん、なんか水族館で見たことありますね。南国にいそう。デュゴンズはこれですね。ほとんど変わらないですね。何が違うんだろう、これ。顔の形がちょっと、顔がちょっと違うっていう感じで。はい。こちらがマナティだそうです。シーアニマル。まあ、どちらもおそらく希少なんでしょう。ということで、危機にさらされていて、マナティに似ていて、危機にさらされている海の生物であると、言ってるのがこの文ですね。 Be threatened、 脅威にさらされている。 With waters now quieter、 これですね、ここもさっきこの記事ではもうずっと出てきてる With なんたらっていうのはやっぱり、原因とか方法を指す、前置詞として使われております。というわけで、quieter、 これはですね、more quiet、比較級ですね。だからより静かになる。だから水が、今は、より静かになったからということですね。なることで、水がより静かになることでどうなるかというと、 Workers at one of Thailand's national parks has been filming and reporting on large groups of dugongs relaxing in the water. Workers、 これは働いている人たちですね。 At one of the Thailand's national parks、 これはですね、national というのは国のという意味です。つまり国立を指しますね。ナショナルなんとかっていうのは大体、その国のものなんで国立というふうな、解釈でいいと思います。タイの国立公園の一つ
で働く人たちはということですね。ここまでがだから、主語になります。 Workers at one of Thailand's national parks。 ここまでで、タイの国立公園で働く国立公園の一つで働く人たちということですね。 Have been filming。 ここも現在完了と進行形が合わさっています。フィルミングとリポーティングは同時並行といった形でいいと思います。というわけで、have been なんとか ing はある過去の一点から現在に至るまでその ing という状態がずっと続いているという意味です。で、フィルムっていうのはね、おそらくこれ動画を撮ることだと思います。動画とか写真を撮ることをフィルミングっていうふうに ing 系で、表すことができますが、要は写真に収める、動画に収めるということですよね。そして、report は、報告するなんで、まあ、それの動名詞、動名詞じゃなくて、ごめんなさい、現在分詞、ing 形ですよね。だから、報告する、している、filming、撮影している、報告している、on large groups、これは、群れですね。うん。大きな群れ。まあ、グループ、そのままグループなんで、で分かると思うんですけど。ジュゴンの群れが、relaxing。ここは現在分詞で、何々しているというイメージですね。で、まあ、リラックスしている。うん。落ち着いている。なんて言うんだろう。リラックスしているでいいかな。in the water、水中で。つまり、ジュゴンの、大きな群れが、水中でリラックスしている様子を、撮影もしくは、報告をしているよということですね。まあこれ国立公園で働いている人たちっていうのは要するに例えばそこの動物の飼育員とか、日本でいうと国立公園って聞くとこうそんなになんか大きなイメージはないんですけど、大体海外の国立公園っていうのはとてつもなく大きくて、自然な動物がいたりとか、まあ一部が動物園になってたりとか、なんか、そういうような公園って非常に多くあってですね、きっとこのナショナルパークには、その水池があったり海があったり、すぐ近くがあってどでかい公園、なんじゃないかなと思います。またそこで働く人たちっていうのもね、国立公園で働いている人たちなので、まあ、そういう人たちが、写真を撮ったりして報告していると、多分専用にその国、公園を管理する人たちだと思います。さ、そしてですね、遅くなりましてすみません。あとで最初から。はい、ありがとうございます。いつでもいいですよ。はい、いつでも見ていただいて。録画は残してありますんでね。さて、じゃあ、こっち行きましょうか。こっちの文章ね。Similar things are happening in other places.The Bosphorus is a narrow strip of water running by Turkey's largest and busiest city, Istanbul. Normally, there's so much boat traffic and pollution on the Bosphorus that dolphins seem to stay away. はい、ということでですね。これ、similar 先ほど出てきました。何々に似ているという表現ですね。はい、何々に似ているっていうことなんですけれども形容詞なのでそのまま similar to なんたらというふうにさっきのように使ってもいいんですけど similar なんたらという名詞を作ることもできます。ですから similar things で似ていることっていう感じですかね、それによく似たことが他のその他の場所でも起こっているよ。これは現在進行形ですね。起こっているよということです。はい。で、The Bosphorus。これは、The Bosphorus っていう言葉というか、場所を示すもので、
一応この下に写真が出てるんですけど、ボスフォラスっていう、いわゆるですね、運河、とか言われるものですね。それを、まあ、一応説明しているのがですね、この文ですね。ちょっと一つずつ、ゆっくりやっていきましょう。The Bosphorus is a narrow strip of water. この a narrow strip of water っていうのが、まあ、一つの語句、言葉の、まあ、グループだと思っていただいて、まずこれが何なのかっていうと、a strip of なんたらっていう言葉自体、strip っていうのはこう、剥くとか皮を剥ぐとか、そういう意味があるんですけど、 strip of って名詞で使われる場合はこう細長い切れ端とか、その要するに破ったとか、そういう意味から連想して、あの 細長い切れ端とか、そういうのを strip って言うんですね。で、strip of water って何かっていうと、水の長い切れ端という意味で、まあ、川、こう入り込んでくる、外から入り込んでくる川というか、そういう意味があるようです。で、a narrow っていうのは、narrow っていうのは狭いとか細いという、この、まあ、幅の広さ、狭さを言ってますね。で、で、それが、ここまでですよね。で、running by、running は走っている。この、まあ、走っているっていうとなんか分かりづらいんですけど、こう水が流れているっていう様子ですね。で、これは現在分詞で何々しているという意味で、流れている。その どこを流れているかっていうと、イスタンブール、イスタンブールっていう都市です。これ都市はどこの都市かっていうと、Turkey's、これはトルコですね。Turkey っていう言葉自体が、国の名前ですね。トルコのとかトルコ語は Turkish でいいかな。Turkish。Turkey は国です。ね、結構あの国なのか国のものなのかってちょっと分かりづらいところありますよね。僕なんかはあのドイツがもうずっと、覚えられなくって、Germany っていう言葉自体がなんかドイツ語っていうイメージがあって、 German っていう言葉が国っていうイメージがあったんですけど、実はそれが逆だったっていう、Germany っていうのが国の名前で、 German っていうのがドイツ語とかドイツのものを指したりするんで、なんかややこしかったりしますけどね。はい、すいません、脱線しました。Turkey の largest、 これは一番最大ということですね。最上級、 large の最上級なんで一番大きい。そして busiest、 これも最上級です。 busy の最上級なんで一番忙しい。まあ、忙しいって聞くとこう人が動いている様子だと思うんですけれども、混み合ってるとか、人がいっぱいいる、動きがいっぱいあるっていう言葉自体がビジネスなんで、まあ人が多い、まあ、要するに賑やかなとか、いい意味で言うと賑やかなっていう、イメージですよね。というわけで、イスタンブールを紹介しているのがこの Turkey's largest, busiest, largest and busiest city、つまりトルコで、一番、大きくて賑やか、まあ、人がいる、都市、イスタンブールを流れる、運河です。ここですね、ここが、運河を表現しているっていう、 A narrow strip of water、 ちょっと、分かりにくい表現なんで、まあ、覚えておいていただけたらなと。そして運河は運河で、一言、まあ、あの言葉がありますけどね、canal、
ていう言葉があります。 Canal、これが運河という意味で使われることが多いです。はい、まあ運河、海峡、そんなようなイメージ持っておいていただけたらと思います。イスタンブールいいですね、行ってみたい。そして、なんか今日終われちゃうかな。よし、今日全部読んじゃおう。さて、じゃあ、この下行きます。 Now after weeks of lower boat traffic and less water pollution, dolphins have been seen swimming and jumping in the Bosphorus. はい、Now、今は After weeks of lower boat traffic, less water pollution. このAfter weeks は、この weeks は、数週間って感じですよね。何週間か。何週間か後の、何週間後、間後は、lower boat traffic。この boat traffic は、ボートの交通、つまり行きか、行き来ですよね。ボートの行き来。lower というのはより低いという比較級なんで、より少ない、ボート。の交通と less water pollution、 この、less というのはより少ないですね。これも、比較級、より少ないという意味ですね。で、water pollution というのは 水質汚染、なんていうの、日本語が出てこないですけど、pollution という言葉自体が pollute、汚染という意味があります。大気汚染や、水質汚染とか、そういうもので使われますね。ポリューション、これは覚えておいてください。まあ、社会の問題とかね、ニュース記事なんかでは、ニュースとかそういうのでは、何かの大気汚染とかが問題になったりするときよく出てきますよね、このポリューション。だから水質汚染がより少なくて、ボートの行き来も少ない、くなった数週間後の今って感じですね。Dolphins have been seen swimming and jumping in the Bosphorus。 このボスフォーラスという、海峡、まあ運河ではですね、Dolphins、 イルカイルカたちが、have been seen、 これも現在完了で、受動態、見られている、見られるだけじゃなくて見られているっていう、ある過去の一点から現在に至るまで、続いていることですよね。これ見られているという表現です。で、何を見られているかっていうと、彼らがスイミング、泳いでいるとかね、ジャンピング、飛んでいる、このボスフォラス海峡で、イルカたちが泳いでいたり飛んでいたりすることが have been seen、 見られているということです。まあ、ボートが少ない、船が少ないとかね、おかげで、水質汚染が減ってイルカたちが、泳いでるのが見られたと。はい、次行きます。 Not only have air and water pollution dropped during the pandemicBecause fewer people are operating machines,、including cars and trucks, noise pollution has also dropped. That's made it easier for birds in cities to make themselves heard. ちょっとここ、厄介な表現があります。言っていきましょう。まずはですね、Not only have air and water pollution dropped. ここまでちょっと今まで普通の中学の英文法ではあまりこう見慣れない形っていうかね、形になります。ですね、 not only って聞くと皆さん多分ある程度やってきた方とか、学生時代、まあ、英語一生懸命勉強された方は、not only but also みたいな、なんか表現を聞いたことがあるかもしれませんね。 not only っていうのはだけではないという意味で、 but also っていうふうに続くと、しかしこれもまたという意味で、何々だけでなく何々もまたというふうな表現の時に not only but also なんていうふうに
なんか教えられて、それを覚えさせられたという記憶がある方、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、いわゆるその形なんです。ただ、ちょっと変形というか、まずは、こちら。not only から始まって、have air and water pollution になっていて、実はですね、これ本来は、air and water pollution have dropped during the pandemic の順番なんです、本来は。なんですが、not only から始めると、動詞を言ってから主語、本来は主語の後に動詞っていう順番なんですけど、動詞を言ってから主語っていう形で取ることがあるんです。これは not only の場合は、それが通常使えるということなんですね。他にもどういう時にあるかっていうと、例えば、so did I とか、neither do I とか、neither I do じゃなくて neither do I do を先に言うみたいな、とか、so am I とか、 so am I もそうですけど、本当は I am って主語動詞って続くんですけど、 so am I で動詞先に言って主語がその後に来るっていうパターンがあるんですね。で、要はだけでなく、not only の後に主語動詞カンマあって but also って本来は文として続くんですけど、 not only の文だけでこの文は終わってるっていうところが一つです。さらに、動詞と、主語が入れ替わってる形、ここで、本来ならば air and water pollution つまり大気や水質汚染は dropped減少した、この have プラス drop で、dropped で、減少した、これは現在完了です。だから減少した during the pandemic、 この during というのは前置詞で何々の間中という意味になります。つまり、pandemic 世界流行の間、大気や、水質の汚染が減少したという文になります。で not only にかをつけて have の主語、have の主語で dropped の形にすると、だけではないという意味になりますので、大気や、そのパンデミック世界流行の間に、の間、大気や水質の汚染が減少されたというだけではない、このだけではないを言いたいところっていうのを、だけではない not only を使っていると、トルコのところ normally から始まる部分飛ばしてる、あれあ、失礼しました。not only、 そうですね、ちょっと後で戻りますね。not only have air and water pollution dropped during the pandemic、つまり、大気や水質汚染が減少したというだけではないんだよ。Because fewer people are operating machines、誰々が何々するからという意味ですよね。で、fewer はより少ない。で、operating、この operate っていうのは、操るとか操業する、動かすという意味です。machines は機械。で、その機械っていうのは何かっていうと、including cars and trucks。車やトラックを including で、include っていうことは動詞として、含むという意味があります。含む include で ing にして、含むこととか、現在分詞の形になっていて、何々を含みますという意味です。で、車やトラックを含んだマシン、機械を、より少ない人たちが動かしているので、ノイズポリューション。これは、ノイズっていうのは騒音ですね。ポリューションは汚染。まあこれ、汚染っていう意味とはちょっと取りづらい。ノイズの場合、汚染という意味では取りづらいですけれども、公害みたいに思っていただければいいんじゃないかなと。騒音公害みたいな感じですね。has also dropped。これもまた、減少した。つまり、人が少なくなったことで、車やトラックがの行き来も少なくなり、機械を動かす人も少なくなったから、
騒音の公害っていうのも減少しているよ。That's made it easier for birds in cities to make themselves heard. ということで、that っていうのはこの要するに減少した事象ですよね。要するに騒音公害が少なくなったことっていうのは made it、これは made it easier でそれをより、簡単にした。だから、make なんとか比較級っていうのは、その比較、よりなんとかにするっていう、この make っていうのはこの作るっていう言葉だけじゃなくて使役動詞って言ってそういう状態にさせるという意味がありますので、 make 誰々何々、 make 誰々、状態であれば、誰々をその状態にするという意味です。で、この場合は、it っていうのは、仮の it で、ここが it です、本来は。to make themselves heard、彼らの声を自分自身で聞かせるという意味です。to make、これも make 誰々、何々。で、これ過去分詞が使われていますので、聞こえるという状態です。彼ら自身を聞こえるという状態にさせることを easier、 より簡単にした。 for birds、 この for birds っていうのが、鳥たちですよね。鳥たちにとって in cities、町、都市で、彼ら自身の声を聞かせるということをより簡単にしましたということです。なぜこの自分自身の声を聞かせることが、鳥にとってプラスになるのかというところがここに書いてあるんですが、ちょっと上に戻ります。すいません、飛ばしちゃったということでね、ここはい失礼しました。イスタンブールの後、 Turkey's largest and busiest city in Istanbul、Normally there's so much boat traffic and pollution on the Bosphorus that dolphins seem to stay away。ここはですね、 normally っていうのは前にも出てきました、通常という意味です。 normal っていう形容詞の li の形なんで副詞ということになります。通常は there is、 これ there is there are 構文です。何々がある、 so much、 たくさん、めちゃめちゃということですね。 boat traffic っていうのはさっき言ったボートの行き、交通、さらにポリューションは公害であったり汚染。On the Bosphorus、これはさっき言ったボスフォラス海峡、運河ってことですね。運河と海峡は違うのかな、海峡でいいのかな。 That dolphins seem to stay away、 ドルフィンは、イルカたちが stay away、 away っていうのは遠くに離れている状態、 stay っていうのはとどまる、なんで stay away で離れている状態にとどまるということですね。というわけなんで、similar things are happening in other places。あ、ごめんなさい。normally there is so much boat traffic。通常は、たくさん、ボートの交通や、公害が、ボスフォーラスではあって、イルカたちは、近寄らないと。で、この that の使い方は、この事実っていうのは、この事実を説明するために、これが続いていると、この事実っていうのは There is so much boat traffic and pollution っていうことによって、ドルフィンズたちは stay away のようにstay away の状態に見えるよっていうことで、つまり通常ボスポーラス、海峡ではですね、多くのボートの交通量と公害があるので、イルカは近づかないようだということです。まあこれがここの文でした。失礼しました。はい、続けていきます。On weekdays, birds sing louder。On weekdays ということなんで、週、何ですか平日は、birds sing louder、鳥たちは loud の比較級なんで、より大きな声で歌う。They have to in order to make their calls heard over the traffic noise。 ここですよね。これちょっとね、僕、あれ読んでてあれって思ったんですけど、
they have to でこれしなければならないんですけど、 have to の後って動詞の原型が必ず来なきゃいけないんですけど、 in order to って来てるんですよね。これ in って前置詞なんですけど、 to の後に in で説明するっていうことはないんじゃないかなと思いました。で、僕が考えたところどういうことかっていうと、they have to で一回止めて in order to で続いてるんじゃないかなというふうに思いました。どういうことかっていうと、 in order to っていうのは何々するために何々するという、これ、不定詞を使った強調なんですけれども、彼らをの calls、 彼らの要するに呼び出し、呼ぶ音ですよね。 heard っていうのは聞く、 over the traffic noise、 要するに、交通の騒音、 traffic noise と交通の騒音ですよね。街中の交通の騒音を飛び越えて彼らの、声っていうのを届かせるためにっていうところまでがここですよね。届かせるために they have to、 本当は sing louder がついてるんじゃないかなと思います。でそれがこう前の文から引用されてる、前の文から続いてるので sing louder の部分が省略されてるんじゃないかっていうふうに思います、思いました。で多分合ってると思います。つまり they have to sing louder in order to make their calls heard over the traffic noise と、こういうふうに解釈するとこの文が理解できるかなというふうに思います。というわけで、彼らは、大きな声で、より大きな声で歌わなきゃいけない。なぜかっていうと、何々するために、彼ら自身の声を聞かせるために、騒音を飛び越えて聞かせるために、彼らは、sing louder、要するに大きな声で歌わなきゃいけない。On weekends, they sing more quietly.On weekends、 週末は they sing more quietly、 彼らは、より静かな声で歌う、歌うというより泣くっていう感じですかね、日本語に訳す場合は。 Scientist can't be sure yet、 これもさっき言った can't be for sure、 can't say for sure と同じですね。 can't be sure で、確かであるということができない。 yet、 まだで、この yet を説明しているのが括弧の中ですね。Most science are also locked down って、これ、びっくりマークが書いてありますけれども。ほとんどの科学者たち、研究者たちも封鎖されて、ロックダウンされているから、まだそれが確かなことだって言えないよっていうことが、この最初の文ですよね。But it's likely that birds are also able to sing much more quietly during lockdown too.It's likely that で何々のように思えるとか何々のように見える、よく使われる表現なんで覚えておいてください。まず It's likely that っていうふうに言って、主語動詞、誰々が何々するように思えるとかするように見える。 It's likely、 like っていうのは何々のようにという意味がありますので、 likely 副詞として何々のように何々する、そして、鳥たちは able to、 これは be able to で can と同じ役割をします。可能である。 birds can sing much more quietly during the lockdown too、つまりロックダウン中、これ during lockdown でロックダウン中も、より少ない、より静かな声で歌うことができるっていうことが分かるよね、のようだよねっていうことです。つまり研究者たちで実際に数字を出したわけではないんだけれど、彼らも、封鎖されているわけだから、それがデータとして分かるわけじゃないんだけれども、要するに交通が少なくなることで、彼らはより静かな声で、静かに鳴くことができるんだよっていうことですね。で最後にまとめてます。 Scientists say the lower noise levels are good news for chicksIt means that more of them are likely to survive and grow up healthy. ということで、科学者たちは say 言います。The lower noise level、より少ない、騒音レベル、は good news、いい知らせだ。For the chicks。この chicks って何かっていうと、
数字はね、ひよこを指します。で、これもごめんなさい、おそらくなんですけれども、チキンのチックじゃないかなというふうに思ってます。ただこうチキン、まあ鳥ですよね、それの小さい可愛い言い方としてチックと言いますね。だからひよこを指しますが、ここではですね、おそらく小鳥、ひな鳥とか小鳥を指してるんじゃないかなというふうに思っております。チックスっていうのは女の子にも使いますね。女の子、可愛い女の子とかって表現するときにね、チックスとかって言います。これ俗語です。はい。そして、It means that more of them are likely to survive、and grow up healthy。 それは意味しますよ。 That 以下の文を More of them、 より多くの、ひよこたち、つまり小鳥たちですね、は likely、 何々のようである to survive、 これは、生き残ると、 to grow up healthy、likely to do で、何々するように見えるとか、何々するように思えるとか、何々するようだみたいな表現です。だから彼ら、they are likely to survive and grow up healthy っていうふうに言ってるのと同じことなんで、survive、 生き残る、生きることと健康に育つこと、のように見えると。 much more of them か、more of them、 より多くの小鳥たちが、健康的でに育つことが、生き残れて健康的に育つことができるように、思えるっていう意味だよということですね。これが it means と。はい、いうことで、一応まあ今日で一応一つの記事ね、全部読み終わりました。時間は11時30分超えてますが、一番最後に、日本語訳を、最後にまとめていきます。コロナウイルス、人間の封鎖によってアニマル、動物たちは、生活を楽しんでます。コロナウイルスのパンデミックにより、世界で何十億人もの人々が封鎖され、自然界はより少ない人々の生活の味を与えられている。多くの動物がこの人間のいない時間を最大限に活用している。ウェールズのランディドゥノという町では、カシミールのヤギが通常多くの丘を歩き回る。しかし封鎖のために町が静かになったので、ヤギはより大胆で、より好奇心が強くなった。ヤギたちは町をさまよい歩いて、妙に、空いた町を歩き回り、草花を食べ始めた。それだけではなく、日本の奈良では日本鹿が通りや、地下鉄の駅を歩き回っている。4月カンガルーは、1匹のカンガルーがオーストラリアのアデレードの町を走り回った。イスラエルではイノシシやジャッカルが通りで見られた。コヨーテはサンフランシスコやシカゴなどのアメリカの都市で発見されている。チリのサンティアゴでは近隣のジャングルからクーガーがやってきた。一匹のクーガーがアパートの建物に閉じ込められたよ。動物が都市を訪れているだけではない。多くの動物が、の生活が良くなっている、元気になっている。多くの動物たちが、人間がもはや彼らを悩ませない、今彼ら自身のお家で、生活が良くなっているということです。オサガメは世界最大のウミガメで、脅威にさらされていて、場所によっては絶滅の危機に瀕している。しかし今年のフロリダでは科学者たちっていうのを、亀の巣の増加を発見した。それは去年よりもはるかに多い75の巣だった。科学者たちは封鎖による増加がどれほどのものであるかっていうのははっきり言えないけれども、ビーチでの観光活動っていうのは多くの巣を破壊するということが知られている。タイでもオサガメの巣が増加した。国が封鎖されて観光客がいない状態で、研究者たちは、今年11の亀の巣を発見した。その11の巣というのは20年間発見したものの中で最も多い巣であると。
タイの封鎖はジュゴンにとってもいいことだった、ジュゴンはマナティに似た絶滅危惧種の海の生き物だ、水が静かになった今、タイの国立公園の労働者、は、の一人は、水中でリラックスしているジュゴンの大きな群れを撮影して、報告をしていると、ここかで、他の場所でも同様のことが起こっている、ボスフォラスというボスフォラス海峡は、トルコで最大かつ、最も賑やかな都市イスタンブールを流れる、狭い両、水域だと。これは運河のことですね。通常、ボスポーラス海峡には多くのボートの交通量と、水質汚染があり、イルカは近づかないようだと。現在ボートの交通量が少なくて水質汚染が少ない数週間後、イルカはボスポーラス海峡で、泳いだりジャンプしているのが見られたと。パンデミックの間に大気汚染や水質汚染が減少しただけではない、機械を操作する人が少ないため騒音公害も減少している、それによって、都市にいる鳥が自分の声、自分たちの声っていうのを聞き取りやすくなった、平日は、鳥たちは、大きな声で、鳴く、彼らは彼らのその声を交通騒音を超えて聞かせるために大声で、鳴かなければいけない、通常は週末はもっと静かに歌うので科学者はまだ確信は持てないがロックダウン中っていうのも、鳥は、いつもより、ずっと静かに、鳴くことができると思われている、科学者たちはより、低い騒音レベルは、小鳥たちにとっていいニュースであると。それらは、彼らが多くが生き残って、健康に成長する可能性が高いようであるということを意味しているという文でした。はい、というわけで、この記事ですね With humans on lockdown, animals enjoy life というのを、4週ですかね、今回4回目なんで3週か、3週にわたって、終わったわけですがいかがでしたでしょうか。どなたかのね、英語の勉強の助けになってればなというふうに思うわけですが、はい、記事はですね読み終わりましたが、私自身、この英文記事を読み上げて英文解釈をしていく YouTube の ライブ放送ですね、ライブストリームは、今後も続けていく予定です、で動画も残していきますので、もし見れなかった人ね、これぐらいのレベルで勉強している人たちっていうのは、ぜひですねこの、動画生放送を役立てていただけたらなというふうに思ってます。今週はですねまた土曜日にまた新たな記事を読んでいこうかなというふうに思っています。今週はそれだけなんですが、来週もですね、できれば、平日に1回土曜日に1回できればなというふうに思ってますんで、もし見れる方いらっしゃいましたら見ていただいて、役立てていただければなというふうに思っております。はい、というわけで、本日見に来てくださった方々ありがとうございました。コメントもいただいていて本当にありがとうございます。視聴者数はねこれから定期的にやっていくのでもしかしたら増えるかもしれませんが、いてもいなくても生放送はやっていくつもりなんでぜひね、チラ見でもいいんで見てください。というわけで、じゃあ、イワクラブのライブストリーム、4回目ですね、これで終了したいと思います。次回は新しい記事をまた読みたいと思いますのでお楽しみにしてください。Thank you for watching our live stream and I hope you like it. ゆうごでした。さようなら。 See you. Thank you. Thank you for watching. すごくわかりやすかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。
Hi, see you. Thank you. もし何かあればね、コメント、LINE とメッセージいただければと思います。というわけで終了いたします。さようなら。